今回は、今までの3回分、ベンチャーにね、またいろんな形で、まとめてもらいたいなと思います。はい、はい、お願いします。まあ、なんかいろいろ結構難しいようなことも言ったりだとか、基本の部分なんかも言ってきたと思うんですけども、まあバッティングって第一前提はすごく難しいことだと思いますね。難しいですね。はい、で、まあ昔僕らの大先輩たちも結局答えはこれだっていうのは聞いたことないですよね。ないね。やっぱり王さんには王さんの理論があるし、長嶋さんの理論だったり落合さんの理論だったり、答え算数みたいに1たす1は2っていうものがないですよね。ない、確かにない。で今日も僕の今まで自分自身のこうバッティング理論というんですかね、感性でこうずっと喋ってきたんですけども、まあやっぱり我流があってもいいと思いますけども、一番バッティング上達する近道っていうのはやはり基本の部分というんですかね、まあ、基本の基本ではないんですけども、こういったことはやらなきゃいけないよな、こういったことは必要ないよなっていうものがあると思うんですね。なのでそういったものをいかに取り入れていくかっていうのはすごく大事だと思いますし、まあやっぱり難しいです。僕もプロ19年やってずっと打つことだけ必死にやってきましたけども、未だにやっぱりいろいろ勉強していくと、あ、こういうことも大事だったなっていうのもすごく感じますし、あ、これっていいと思ってたけどもやっぱちょっと違ったかななんていうのはやはり変わってくるんで、まあ、そういった意味ではいろんなことに挑戦することもすごく大事だと思いますし、逆にコロコロ変えすぎても、よく選手いましたよね。いる、いっぱいいる。毎回おまたフォーム変わったなっていう選手もいるし、はい、下手したら試合の中で打ち方変えたりするやつもいますよね。いますね、いますね。いますよね。いますね。大体だけど見てて、コロコロ変える選手っていうのは対戦した選手いないですよね。あまりね。いないですよね。いない。だからまあ変わる。いろいろ変化をもたらしてやることも大事だけども、やっぱり自分がこうだと思ったってことは貫き通すというこの芯の強さでもすごく大事じゃないかなと思いますね。大事ですね。まあ僕コーチやってる間、はい、にもやっぱそういう選手いて、あ、はい、そうするとまあ一応なんていうんですかね、芯はあるんですよね。はいはいはい、で芯があったところで多少この辺 をいじってみるとか自分の中でね、いろいろやる選手は結構いると思うんですけど、やっぱり子供たちはまだ芯がね、はい、自分のスイングというものがまだできてないと思うので、はい、まずそこを作ってからで、ね、はい、いろいろチャレンジしてほしいし、やっぱりバッティングってベンジャーが言うように何ですか、ゴールがない、はい、ゴールがないところで、まあ、もっと良くなろう、もっと良くなろうって毎年思うんですよね。はい、思います。特にオフね、はい、オフにプロ野球選手なんかよくオフの間に、キャンプイン初日のバッティング練習見ると、あれどうしたどうしたなんか変わったことやってきたなみたいな自主トレで、そうそうそう、はい、まあ、なかなかねフォームだとかっていうのはなかなか固まってこないと思うんで、やっぱり今言ったようにタイミングがしっかり取れてるのか、例えば空振りの中でも当てに行ったスイングをして空振りしたのか、思いっきり触れてたまたまコンタクトできずに当たったら飛んでたなっていうスイングしてたら、うん、ナイススイングですよね。うんうん、で例えばすごく多いのがやっぱり結果だけいいスイングしたけどちょっと当たるポジションが何ミリかずれただけでポップフライになってしまう、うん、だけどその何ミリかのところをしっかり打てたらホームランだったかもしれないスイングあるじゃないですか、うん、ありますね。うん、それだったら、あ、惜しい、いいスイングだったっていうふうに褒めてほしいですよね。うん、確かに。よく試合なんかでさ、はい、うわ惜しいってこう、はい、ベンチでこう 言うよね、はいはい、うわ惜しい、ただキャッチャーフライだったりだったり、ね、結果は悪いんですけども、うん、内容は良かったみたいな、うん、スイングってあると思うんで、うん、もうやっぱりできそう、外から見てるとなんでできないんだと思っちゃいますけども、うん、やっぱりできないんですよね、できない、簡単に、ね、そこはやっぱり第一前提だと思うんで、うん、そこから逆に入ってほしいですよね。うん、今回で終わりになるのかな、ベンちゃんね。はい、今回、4配信、はい、ありがとうございました。勉強になりました。とんでもないです。ありがとうございました。OB クラブ公式 YouTube チャンネル
セノンプレゼンツベースボールペディア、チャンネル登録お願いします。